例えばエレベーターとかあるじゃないですか。ここはよく使うじゃないですか、はい、食べ物をつまむ時とかも使う部分じゃないですか、はい、ここをあんまり汚れさせないように、はい、ここだったら別に汚れてもいいかなっていう発想ですよ。でパッと押す人がいたら、あ、同志だって思ってあとはだから、あのエレベーターのドアが閉まる時あるじゃないですか。ああいう時に普通の人はとっさにパッってやるじゃないですか、はい、でもああいう時にガッってやる人は同志ですよ